はい、どうもこんにちは。イボネルンチャンネルのイボネルンです。気持ちいい。はい、ということでね、まあ先週のね、まあ日曜日になんかこれこれ企画っていうのがあって、それね、なんかまあいわゆる僕みたいな感じで、まあ初心者 YouTuber というかね、まあなかなか、なんて言うんだろう、まあ売れないというか、まあ底辺 YouTuber ですね、いわゆる。が、まあ集う。まあ、で、まあその、やつに、まあ参加したんですけど、見事に、参加外でした。いや、応募したんだけどね。いや、残念でしたね。僕は、なんか、ギガファイル便に送る、っていうルールがあったんですけど、それ間違えちゃったんですよ。で、僕はそのね、普通になんか動画を送っただけで、なんかなんていうの、ルールに乗っ取ってなかったため対象外ですって言われたんですよ。でもまあそれはね、なんとか、まあ、放送してくれたということで、これたんあざすということで、ありがとうございますよ、本当に。まあ来年もね、多分やるかなと思うので、ちょっと応募しようかなと思います。まあね、今回、その、なんか当選というか、まあ優秀賞とかそういうのがあって、300万だったっけな、賞金とか、まあ、売名してもらえるとか、まあそういう特典があるらしくて、まあ1位になった方かな、まあ優秀賞とか、まあリスナー賞とかもあったと思うんですけど、選ばれた方おめでとうございますということでね。はい、ということでね、いきなり、撮る場所が、変わってね、何が起こったんだと思った方も多いかもしれませんが、今からは、ここでね、これこれ企画について、簡単に話していきたいなというふうに思います。まず僕が、この企画をね、知ったのは、1ヶ月前くらいのことなんですよ。はい。でね、まあ、結局その当日、募集当日日まで、最終日まで来てしまって、で、まあその日の9時、夜の9時までだったんですけど、僕は、8時にね、そのことに焦って気づき、まあ、定められた2分以内に動画をまとめたんですよ。まあ、その企画が、YouTuber のモノマネみたいな感じで、僕が好きな YouTuber とか、尊敬している YouTuber の、挨拶も、モノマネみたいな感じで、例えば、ヒカキンさんだったら、ブンブンハロー YouTube みたいな感じで、まあ、そんな感じで、ね、もう思いついた、YouTuber さんを適当にバーバーって、もう、2分以内にね、思いつく限り、まあ、モノマネしていって、まあ、それを簡単に編集して、8時半に、これこれさんのね、まあ、DM に送ったわけですよ。中学生 YouTuber です、みたいな。よかったら編集してください、紹介してください、みたいな。で、まあ、なんとかね、まあ、間に合って、まあ、一安心というところで、まあ、11時半に、まさか冒頭に僕が紹介されてて、と思ったんですよ。そしたら、なんか、送り方をミスって、っていう風に、まあ、コレコレさんが言ってて、いやー、これはね、参ったなと、しくじったなと思いましたね、はい。まあ、急いでね、考えた企画なので、まあ、仮に紹介されていても、多分、まあ、ね、優秀賞とかにはたどり着かなかったと思いますけど、はい。できたらね、紹介してもらいたかったですね。はい。ということで、まあ、2020年動画大賞ということでね、多分来年も行われるかと思いますね。なので、来年はね、しっかり、作ってね、今回よりももっといい作品をね、紹介してもらえるように頑張りたいと思います。では、この辺で終わります。バイバイ。